幸せそうね。そっか。今日はあんたの大好きな甘いものがたくさん食べられたものね。大地震や大津波などの知らせとして、浅瀬に普段は絶対に見かけることができない深海の魚が現れることがあるっていう話があるらしいわね。うるさいな。言われなくても分かってる。洗濯物を取り入れるわよ。